ついに松屋の生姜焼き定食が復活。ゆうき。はいどうも、カオスマイスターと申します。本日はですね、松屋で一回はなくなってしまった幻のメニュー生姜焼き定食を食べに来ました。なんとリニューアルして復活したメニューなんですよね。で、私ね、カオスマイスター最近ダイエットします。で、夜は納豆とキムチとトマトジュースしか口にしないって決めてるんですけども、どうしてもね、松屋さんの生姜焼き定食が食べたくなってしまって、なんと昼飯に食べたんですよ、会社のね。で、夜たまらなくなってもう一回食べました。ほんと一日に違う松屋に行って、その生姜焼き定食の同じメニューを2連続で食べるっていうのは、ほんとね、松屋気違いのカオスマイスターしかいないっすよね、ほんと。いやー、カオスマイスター、このね、生姜焼きが大好きで、一番好きなのは牛焼肉定食なんですよ。で、その次に好きなのがこの生姜焼き定食です。ただね、これがね、なんか知んないですけど、なくなっちゃったんですよね。ですが、リニューアルして期間限定で復活しました。もうね、期間限定っていうことで、もう食べなきゃいけない。で、しかも、今なら松屋のクーポンを使うと、740円で、なんと肉2枚プラスで、ご飯特盛りで食べられるんですよ。ご飯特盛りで肉が6枚入って740円ですよ。めちゃくちゃ安くないですか？で、いつもカオスマイスターが食べてる、その、牛焼肉定食ダブル特盛りに比べる量少ないんですけど、このね、もう、松屋さんの、もう、生姜焼きってめちゃくちゃ味濃いんですよ。で、そこにマヨネーズがもう 250g、たっぷりと、どっぷりとかかって、これを食べることによって体がでっぷりとなりますから。はい。もう最高のデブ飯ですよね。もう自分がね、ダイエットしてたことなんて忘れました。はっきり言って。はい。まあでもね、明日は万来のチャーシューザルを食べるためにスーパーパワートレーニングをやりますわ。カオスマイスターのスーパーパワートレーニング、筋トレなんですけど、3時間かけて1667キロカロリー消費するらしいです。すごい運動量ですよね。ただその日、4000から5000カロリー食べるんで、プラマイゼロどころか、カロリーオーバーですわ。はっきり言ってな、筋肉を増やすためには、痩せることなんか考える場がどこにいいんだよって感じですよ。カロリーオーバーしないと筋肉もつかねえんだから。いいんだよ、これで。くたばれ。DJ 宮本くたばれ。っていうことでね。はい、そういうことで、ほんとね、このね、生姜焼き、桃すみ黒さんとね、三崎一人飯さんもぜひ食べてください。松屋だったら、どこにでもあるチェーン店なので、ほんと田舎だろうが都会だろうが、どこにだってあるんですよ、松屋なんていうのは。だから、普段私があげてる美味しいお店っていうのは、ちょっと北海道の地方にはないかもしれない、特に田舎だとないかもしれないけど、松屋さんだったらありますから、これもぜひ食べてください。5月30日までクーポンを使えば740円でご飯特盛り、肉2枚プラスがなんと50円引きで食べられるんで、ぜひ、よろしくお願いします。ぜひ食べてみてください。もう味が濃すぎて、ご飯特盛りでもちょうどいいぐらいですね。はい。これご飯ね、少なめだったらもうご飯足りないですよ。タレが濃すぎて。うん。この味はね、ほんと DJ 宮本にはわかんないと思うんですよね。もうほんとね、こんなもん食ってっからブクブク太んだよっていう感じの味です。そしてこれをずーっとね、食ってたらね、まあそうですね、5年ぐらいで死ぬと思いますね。はい、以上、カオスマイスターでした。シェリー少女、くたばれ、バーイ。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは、床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。
目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは、床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは、床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは、床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは、床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは、床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは、床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。
フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは、顔料などの着色剤を含まない床用
塗料である、フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う、フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる、水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない、目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う、フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる、水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない、目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う、フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる、水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない、目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う、フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる、水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない、目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う、フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる、水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない、目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う、フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる、水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない、目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、
表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュ
とは仕上げ剤である、容易に除去できる水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である、容易に剥離することができない目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である、表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である、容易に除去できる水性、乳化性、
油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。フロアフィニッシュとは顔料などの着色剤を含まない床用塗料である。フロアオイルとは床油である。表面加工されてない木質系床材の保護に使う。フロアポリッシュとは仕上げ剤である。容易に除去できる。水性、乳化性、油性、油性がある。製品としてはワックスタイプとポリマータイプの2種類がある。水性ポリマータイプがよく使われている。フロアシーラとは目止め剤である。容易に剥離することができない。目止め剤、床の保護と美観を向上させる。